シリと一緒に百人一首第二の三味五十八首。有馬山稲の笹原風吹けばいでそよ人を忘れやはする。有馬山の近くにある稲にある笹原に生える笹の葉がそよそよと音を立てる。まったくそうよ、そうですよ。どうしてあなたのことを忘れたりするものですか。第二の三味は紫式部の娘藤原の片子のことです。優雅でちょっと嫌味を言った平安女性のしたたかな愛の表現みたいですね。ご視聴ありがとうございました。応援をよろしくお願いいたします。